けましておめでとうございます。国広太郎くんだよ。2021年1作目の映画紹介は1984年公開のアメリカのアクション映画スーパーガール。主演のヘレン・スレーターはこの作品のオーディションでスクリーンデビューを果たしたシンデレラガールだよ。物語の舞台は宇宙のとある星アルゴシティ。そこで暮らす天真爛漫な少女カーラは住民で彫刻家のゼルターが使うオメガヘドロンに興味津々だよ。オメガヘドロンとはアルゴシティの命の源。ゼルターは内緒で持ち出して遊んでたんだね。カーラが一人で遊び出してカーラのお母さんと立ち話をするゼルターはこっそりとカーラにオメガヘドロンを使わせてあげるよ。そんなわけでセキュリティがガバガバなところから物語は始まるよ。オメガヘドロンを使ってカーラは蝶々を作るとなんと飛び立ってアルゴシティの窓を突き破って飛んでっちゃうよ。開いた穴から蝶々と一緒にオメガヘドロンも外に飛び出しちゃうよね。ちなみにこのアルゴシティ、オメガヘドロンがないと3日で滅んじゃうらしいよ。直接やらかしたのはカーラだけど、オメガヘドロンを最初に持ち出したザルターが責められちゃうよ。そんな中、興味本位なのか何なのか、カーラがその辺に置いてあった次元を飛び越えるカプセルに乗り込んで、さっきの穴からオメガヘドロンを追って、悪空間に飛び立っちゃうよ。ほんとなんだろこの子。飛び立つ娘を見守る両親は、死ぬわけじゃないからって肩を寄せ合っちゃうよ。そして地球。自称魔女のセリーナが恋人で女学院の教師のナイジェルとピクニックをしていると、空からオメガヘドロンが飛んできてカップに入っちゃうよね。セリーナはすぐにオメガヘドロンのパワーを使いこなすよ。何やら不思議な呪文も使い始めちゃうよ。そして異空間ではカプセル内でカーラがスーパーガールに変身するよ。スーパーガールは海中から地球に現れちゃうよ。カーラはその辺にいた女学院の生徒に扮装して学校に馴染んでリンダ・リーと名乗ってオメガヘドロンを探そうとするよね。寮でリンダ・リーと同室になったのはちょっと個性的なルーシー。部屋の壁にスーパーマンのポスターが貼ってあるよ。ちなみに本作でのスーパーマンの登場はここだけだよ。クリストファー・リーブが出演を辞退しちゃったみたいでちょっと残念だね。一方、オメガヘドロンを使いこなすセリーナは親友のビアンカと一緒に道端で庭師の青年イーサンに一目惚れしちゃうよ。この一目惚れが波乱を巻き起こしちゃうよ。イーサンを振り向かせたいセリーナは、お得意の魔術で惚れ薬を作るよ。この惚れ薬、飲むと眠たくなって、次に目を覚まして、最初に見た人に惚れるっていう、これまたどっかで見た仕様だよね。薬が完成した頃に、イーサンが訪ねてくるよ。遊園地跡地に作られたセリーナのお家を見て、少し戸惑ってるよね。セリーナは缶ジュースにさっきの惚れ薬を混入させて、見事飲ませることに成功するよ。勢いよくジュースを飲み干すイーサンだけど、その時誰かが訪ねてきて、その場を立ち去るセリーナ。確か猫型ロボットの話でも誰か来たよね。なんだろう、この手の惚れ薬は副作用で必ず邪魔が入るみたいだね。そんなうまい話じゃないってことなのかね。目が覚めたイーサンは気持ち悪さからふらふらとどっかに行っちゃうよ。イーサンがいなくなったことに気がついたセリーノは大激怒しちゃうよ。もうだんだんのびちゃんに見えてくるよ。ふらふらと道路に出て暴走するショベルカーに挟まれるイーサン。そこに偶然居合わせたカーラは急いでスーパーガールに変身してショベルカーの先端をへし折ってイーサンを助け出すよ。そして目覚めたイーサンは、リンダの姿を見て一目惚れしちゃうよね。その一部始終をオメガヘドロンのパワーで鏡に投影して見てたセリーナは、激怒してオメガヘドロンにリンダ抹殺を念じるよ。ものすごいパワーのオメガヘドロン使って、お願いがまさかの恋愛成就とはね、親友のビアンカもびっくりしちゃうよね。オメガヘドロンを探して歩くリンダは、セリーナの家に到着するよ。でもそこに現れたのは、なぜかイーサンだよ。大きなチョコと花束を持ったイーサンの口からは、次から次へと愛の言葉が溢れるよ。
すごいね。効果抜群の惚れ薬だね。それ見たセリーナはめっちゃムカついてイーサンを危険な目に遭わせちゃうよ。可愛さまで憎さ100倍かね。コースターにぶつかりそうなイーサンをスーパーガールに変身してリンダはコースターごと救出するよ。そしてその頃、街ではビルの中に突如大きな山が出現するよ。街のみんなは不思議があるけど、これセリーナの新居だよ。街の人たちはセリーナの仕業と気づいて、セリーナに出てけって騒ぎ出すよ。リンダの親友ルーシーは、あんたが来てからリンダが行方不明になったって、リンダを返してって豪語するよ。セリーナとビアンカはそこで初めて、リンダとスーパーガールが同一人物だってわかるよ。スーパーガールに助け出されたイーサンは、セリーナによって瞬間移動させられちゃうよ。セリーナの新居に瞬間移動したイーサンだけど、その直後に来たのはスーパーガールだよ。オメガヘドロン返してって、やっと本来の目的を果たそうとするスーパーガールだけど、セリーナによってダイヤ型の変なカプセルに入れられちゃうよ。魔女セリーナによって地球から飛び出しちゃうスーパーガールだよ。スーパーガールが飛ばされたのは無限地獄のファントムゾーン。空も飛べず怪力も出ない普通の女の子になっちゃったよ。ファントムゾーンで思わぬ人物と再会するよ。それはアルゴシティの彫刻家のゾルタ。オメガヘドロをなくしてしまった罪で彼もまたファントムゾーンに送られちゃっていたんだね。魔女セリーナによってファントムゾーンに送られてしまったスーパーガール。早くオメガヘドロンを取り戻さないと、故郷アルゴシティがなくなっちゃうよ。そして地球もセリーナの支配下にされちゃうよ。スーパーガールの運命は？続きはぜひ DVD でね。ヘレン・スエーターがとにかく可愛いよ。フェイ・ダナウェイはさすがの存在感だよ。見てくれた？